出雲さんのやってきたことっていうのが僕の中で一番エキセントリックというか、はい、なんでそんなことをやろうと思えたんだろうっていうのがもう不思議でしょうがなくてですね、だからねその順番がね全部逆なんですよ。なんでっていうのはもう問いとして意味をなさない時代にいるっていうことは自覚した方がいいですよ、はい、自分とその社会を信じて居心地の悪いところに飛び出さないと、うん、その人は一生の仕事とかテーマと出会うっていうことはないんですね、うん、コンフォートゾーンの飛び出す方向っていろいろあるわけじゃないですか、はい、それはどこでもいいと。なんでそういう発想になるんですかね。CR25 の渡辺です。 CR25 チャンネル本日のゲストはですねユーグレナ代表の出雲充さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕がたまにですねお会いしたい経営者の方に個人的な趣味でインタビューするっていうね、はい、今回企画になってまして、はい、僕その出雲さんにどうしても話を聞いてみたいということで、あ、そうですか。なんか聞きたいことが。そうなんですよ、はい、っていうのも、まあ、我々普段チャンネルに出ていただいているのは多分進行もあると思うんですけど、まあ、堀江さんとか、はい、ひろゆきさんとか皆さんやっぱりこう前例のないことを何かしらやっぱ成し遂げているからこそ有名になったりとかっていう方が多いと思うんですよ。でただ出雲さんのやってきたことっていうのが僕の中で一番エキセントリックというか、はい、なんでそんなことをやろうと思えたんだろうっていうのがもう不思議でしょうがなくてですね、まあ、そうですよね。理解不能ですよね。理解不能なんですよ、うん、でそれが理解不能すぎてちょっとどうしてもこの価値観とかを聞いてみたいなっていうふうに思って今回依頼させていただいて。そういうことだったんですね。そういう経緯だったんですよ。初めての方もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、はい、もちろん簡単に紹介させていただきたいんですけども、はい、ミノリムシの大量培養とビジネス化に世界で初めて成功したという、まあ、そういう説明で合ってますでしょうか。はい、もちろんです。ただ元々は東大の文化三類でしたっけ、はい、だから文化教養学部って感じですか、ね、そうですね。文学部にそのままだったら上がるんですけれども。ですよね。私は途中で農学部に移ってミドリムシと出会いました。だからいわゆるその培養系の経路ではなかったわけで、研究者気質でもなかったわけで、そこから世界で誰も成し遂げたことがないそのミドリムシの培養をやるっていうふうに腹をくくるっていう、その発想がちょっと全然意味が分からないなって思っちゃったんですよね、うん、いや分かんないと思います。私のことを、うん、まあ、知りたい、まあ、ちょっと理解不能、ね、意味不明だから、はいはい、話を聞きたいってこう呼んでいただいたのに、はいはい、いきなり申し訳ないんですけど、はい、真面目な人と賢い人ほど編集長さんとね、はい、同じこと言うんですよ。なんでその社会問題に関心があるんですか、どうしたらミドリムシでその起業するんですか、うん、どうしてどうしてそのなぜなぜって、うん、皆さん聞くんですけれども、うん、普通のその賢さが僕にあったら、はい、ミドリムシで起業しようなんてね思わないですよ。ビジネス観点から入ってたら、はい、だからそのなんでミドリムシでベンチャービジネスその起業したんですかって言われると、うん、もう困っちゃうし恥ずかしい、うん、いやだからもう何にも分かってなかった。だからこんなにその大変だっていうことも知らなかったわけですね、うんうん、それでも僕はこのミドリムシすっごい健康にいいと、うん、もう栄養たっぷりだと、はい、これをそのいろんな人に届けたい、はい、してほしい、その使ってほしい、元気になってほしい、うん、もうね本当にそのこれだけなので、うん、だからこれだけでそのスタートしたっていいんですよ。うん、ただ世界でその誰もまだ成し遂げられてなかった、で自分は別にその培養系をこれまで研究してきたわけでもないっていう中で、大量培養できるんじゃないかってどっかで思ってなかったらもちろんチャレンジはできないわけで、はい、そこはどういう、こう発想だったのかなって。いやだからもう根拠なんかないんですよ、はい、根拠なんかないんですよ。これは難しいですよとか、はい、今まで誰も成功しませんでしたってもう言われても、うん、それはそれ、僕がこれからその全身全霊全力で取り組もうとしてるんだから、うん、今までのその先人の人たちがそのできませんでしたとか、うん、ミドリムシその儲からないからやめた方がいいよっていうのは、うんうん、その私のチャレンジとは何の関係もないんですよ、うんうんうん、はいこれになんかその、うん、影響されすぎる、やっぱ賢い人ほど気になるんでしょうね、うんうん、どういう風な賞賛があったのかとか。それはね独立受賞なんですよ。その全然関係ないんですよその私にとってはね、うんうん、でもやっぱりそのスマートな人、賢い人、頭がいい人ほど 51% 以上、うん、あの成功できるっていうその道筋がね、はい、やっぱり立ってないと、うん、なかなかそのチャレンジしないって、まあそうなんでしょうね、皆さんおっしゃいますね、うん、でも自分にとってはもう0か100なんですよ。もうやるやらない以外ないんですよ、うん、僕はもう自分がそのミドリムシにチャレンジしたら、うん、
今までみんなできなかったけど、うん、何かそのやっぱりプロフェッショナルが陥る盲点みたいなボトルネックがあって、うんうんうん、でここにあの落ち込まないように慎重にやろうってその心がけていれば、うん、絶対チャンスあるっていうその根拠のない自分には僕には私にはできるっていう、うんうん、エフィカシーは確かにありましたね、うん、理解できないって初めに冒頭にお話させていただいたんですけど、唯一親近感を感じたエピソードが、初めその銀行に入行してサラリーマンでやられててっていうところから、完全に実り虫に振り切らずにファーストギャで始まってるじゃないですか、はい、その時の気持ちってどういう感じだったんですか？本当にどっちつかずですよね。それはなんか振り切る怖さがあったっていうことなんですか？そうです。もちろん実り虫にかけるっていう勇気が僕も最初からあったわけじゃないんですよ。実り虫がダメだった時のためにやっぱり保険かけとかなきゃいけないと、うんうん、そういう気持ちもその毎日持ってました、うん、毎日持ってたんですけれども、はい、銀行で仕事してる時に毎日ね不安なんですよ。何に対する毎日怖いんですよ。その何が怖いかっていうと、はい、僕はねその NHK の夜の7時のニュースを見るのが、はい、手にもう汗がこうじわーって出るぐらい怖かったんですね、はい、それどういうことですか？その NHK の夜の7時のニュースで、はい、今日ついにね、はい、渡辺さんが、はい、緑虫を培養しましたと、ね、なるほど。でこの緑虫を、うん、バングラデシュに持って行って、うん、1000人の子どもたちがね、はい、緑虫の給食を食べてますと、うんうん、でこの1000人の子どもたちの栄養失調が、はい、なくなりましたと、うん、すごいですね渡辺さんっていうニュース見たら、うん、僕は多分死んじゃうと思うんですよもうこんな情けない、こんな悔しいことないじゃないですか、うん、だって自分もそのミドリムシが好きで、はい、ミドリムシの栄養に着目をしましたと、うん、やっぱりその世界で同じぐらいその真剣にチャレンジしてる人は、うん、自分一人じゃなくて、うん、こういう分野は必ず競争ですから、うん、いろんな言い訳して、うん、いや難しいから、うん、とか、あとテレビ見てね、うん、ああ俺もあれあいつより先に思いついてたんだよって一生過ごすのか、はいはい、いやもうこんなねもう毎日ビクビクしながらその NHK 見てる場合じゃないと、はいはい、もうダメならダメで、うん、自分が納得できるところまでしっかりチャレンジをして、うん、それで銀行に戻るとか、うん、その会社に就職する方がいいんじゃないかなっていう気持ちは、うん、日々高まってましたね。中途半端なんじゃないかっていう、本当に怖かったです。それが銀行の仕事をちょっと集中しきれてない感じもあったんですか？心がここにあらずみたいな。いやだからそれが銀行にも申し訳ないし、うん、もう緑虫にも恥ずかしいし、はい、完全に又先状態ですよね。なるほど、そういう感じだったんですね。ここからちょっとさらに自分の方で深掘りしたい方向がいくつかあるんですけど、はい、社会的になんか自分で使命を帯びたりとかビジョンがあったりとかっていう人ってそんなに多くないと思ってるんですよ。出雲さんがそういう社会問題に関心を持ったりとか、なんかこういうことをやりたいんだってこう熱意を持てたっていうことって育ち方というか昔のこういうことが影響してるんじゃないですか？全くありません。あんまりそんな風に思えないですか？全くないです。もうたまたま行ったバングラデシュ、それが全てです。で出会ったらそれが全てです。とにかくバングラデシュに行ってなんでこんなことになってるんだと、うん、これが一番お伝えしたいことなんですけど、はいはい、居心地のいいところにいて、うん、その自分の一生の仕事とか、うん、転職とか、うん、運命に出会うということはなかなかないと思うんですね、うん、なるほど。とにかく、うん、そのもう理屈じゃなくて居心地のいいところを飛び出す。僕の場合はもうずっと東京のまあ、その多摩ニュータウンで育って、うん、ずっとあの居心地のいい、うん、いい暮らしをしてたわけですね、うん、それでまたここでね、じゃあなんでバングラデシュに行ったんですかとか、それを聞こうと思ってました。そう、ね、そうだからねこれもうなんでグラミン銀行ででそのとか思っちゃいます、ね、だからねその順番がねその全部逆なんですよ。バングラデシュに行ったら人生のテーマが見つかりますよってこう誰か偉い人に言われて、わかりました、じゃあその人生のねあのテーマを見つけるためにバングラデシュに行きます、はい、なんでそういう発想になるんですかね。そのだからなんでっていうのはもう問いとして意味をなさない時代にいるっていうことはこれだけは自覚した方がいいですよ。だからこれだけそのブーカブーカっていうわけでしょ、そのボラタイル、アンサートン、コンプレックス、アンダーアンビギュイティ、とにかく先のことはね何にも分かんないんです、うん、だから今まで正しいって言われてたものが全く間違ってますよ、うん、その全然違いますよってそういう時代だっていうことは、まあ、じゃあ共通認識としてその持てるとするじゃないですか、うん、そうすると偉い人が言ってることが
明日変わってもそのおかしくないんですよね、うん、じゃあその今正しいと思われてることを確率的に有利なものだけ選んでおくとそのいいのかっていうとそうじゃないんですよ、うん、そうじゃなくて居心地のいいところからその自分の身を投げ出す、うん、で僕の場合はそのバングラデシュに行ってなんじゃこりゃっていうところから栄養失調の子どもたちに元気になってほしいなっていうその自分のその人生のテーマと出会うことができました、うんうんでここまでお話ししても、うん、お前のバングラデシュとミドリムシの話は大体、はい、ね、その N イコール1だと、うん、その頭がいい人ほどね、はいはい、もうそんな偶然を信じて、うん、自分の意思決定人生はね、うん、そんなものにその預けられないって多分思ってらっしゃると思うんですよ、はい、これ聞いてる方も、はいはい、そうですね、でそういう人に、じゃあちょっと僕が言っても説得力ないんで、はい、起業家教育では、はい、ずっとそのボストンにあるバブソン大学っていうのが、はいはいはい、全米でナンバーワンの大学なんですね、はい、で私はこのバブソンでちょっと亡くなっちゃったんですけれども、うん、あのジェフリー・ティモンズ、うん、そのティモンズ先生が生きてらっしゃった時に、うんうん、バブソンのプログラムを、うん、受けさせてもらいました、はいはい、でアメリカ の, そのアントレプレナーシップその起業家教育って一番最初にその大学が教えることって決まってるんですよ、はい、これ何かっていうと、はい、Getting out of your comfort zone Getting out of your comfort zone だからコンフォートゾーンを飛び出せ、それでその自分 の, その使命とか、うん、その天命とか、うん、運命に出会うことができる、うんうん、だからその全米の起業家目指している人に、うん、自分が行ったことがないところ、はい、で友達が一人もいない場所、うん、で英語が通じないところに放り出すんですよ、うんうん、なるほど、でその英語も通じなくて友達もいなくて自分が今まで一度も行ったことがないところってすごく居心地悪いじゃないですか、うんうん、そうですね、英語も通じないし恥ずかしいし、はい、でいろんなめちゃくちゃな体験してくるんですよみんな、うんうん、でそれでどうだった僕は私はここに怒り狂いましたとか、うん、ここでもう大泣きしましたとか、うん、そういう体験から、はい、じゃあ私は僕は緑飯やりますとか、うん、こういう社会課題をね、うん、解決するためにベンチャーやりますっていうものが、うん、そういう順番で見つかるんですよ。なるほど。だから私だってその子供の時からずっとミドリムシが好きとか、はい、そのバングラデシュが好きとか、はい、そんな変な子供じゃないんですよ、はい、だからその、自分とその社会を信じてその居心地の悪いところに飛び出さないと、うん、その人は一生の仕事とか、うん、テーマと出会うっていうことはないんですね、うん、コンフォートゾーンの飛び出す方向っていろいろあるわけじゃないですか、はい、もうそれはどこでもいいとそうそうそういやそれ で効率的にねどういう方向に飛び込んだらいいんですかってだからねそのもう私が一番嫌いな言葉、はい、で私が会社で絶対その使わない言葉が、はい、その効率なんですよ。なるほど。効率っていうのは、うん、社会が安定していて、うん、で昨日と今日と明日が大体同じ時には効率っていうのが重要なんですね。こうやれば伸びていくぞっていうのも分かってる、はい、うん、それは社会が安定している時には効率的なキャリアとか、うん、その効率的な手法が一番いいんですよ、うんうん、で今みたいにもう、はい、もうぐちゃぐちゃ、はい、あもう何がどうなるか分からない時に、うんうん、その効率にこだわると動けなくなるんですよ。無限の中からその膨大な選択肢の中からそのどれが効率がいいかなっていうのをこう、まあ、例えば厳密に選ぼうとするじゃないですか、うんうん、で選んでるうちにその社会環境が変化しちゃって、うんうん、効率 の, その基準すら変わってしまったら確かに確かにまたもう一回やり直しなわけですよ、うんうん、でそれを繰り返してると最初の一歩、うん、居心地のいいところをその飛び出して、うん、怒ったり、はい、泣いたり、うん、その大喜びしたりっていう経験が遅くなる、うん、で遅くなるだけじゃなくてもしかしたら一生できないかもしれない、うん、だからその効率っていうものに賢い人ほど今トラップされてるんですね、うんうん、なるほど。これをその何とかして自分とその社会を信じて居心地の悪いところに身を投げ出すっていうのをアメリカはそのインテンショナルにやってるんですよ。わざとやってるんですよ、うん、これがその一番起業家 の, その動機形成にいいっていうことが経験的にも分かってるんですよね、うんうん、なるほど。そこでもちゃんと体系立てて教えられてるしご自身の経験でも実感してるっていうことなんですね、はい、それっていうのは起業家だったりとか、まあ、アントレプレナー的な人にそうあるべきと思ってるのか結構その全ての人にそういうふうな行動をした方がいいよって思ってるのかっていう。スーパーグッドクエスチョンですね、はい、今必要なものは、はい、アントレプレナーじゃなくて、うん、アントレプレナーシップマインドなんですよ、うん、アントレプレナー的な起業家精神起業家的なちょっと新しいことやってみますっていう人をどの会社も求めてるんです、うん、サラリーマンであっても、はいはい、いやもうサラリーパーソンが、うん、いや今まで の, うちの会社のやり方をね、うん、もう全特化して、うん、新しいやり方にチャレンジしましょうって言ったら、はい、社長はもう大喜びしますよ、うん、もう君はこれからこのプロジェクトのリーダーだって絶対指名されますよ、うんうん、
だって今その日本に必要なものはそのアントレプレナーシップマインドって言って、うん、違うっていう人いないと思いますよ。そうですね。ということは経営者起業家だけじゃなくて、うん、その全ての人が居心地の悪いところに身を投げ出す、うん、その今いる自分 の, その気持ちいいところから、うん、あ飛び出すっていうことはやる価値あるし、うん、もうこれは一押しですね。ぜひおすすめしたい。居心地の悪いところにその身を投げ出すっていうのは、うん、別に皆さんにね、うん、その全員そのバングラデシュ行けっていう話じゃなくて、はい、日本にも近くにいるのに普段全然その同じ界隈、うん、その同じコミュニティじゃない、うん、人はその無数にいるんですよ、うん、でそういう人にその会いに行こうとすると、うん、いや自分はねその経験もないし、うん、知識もないし、うん、恥ずかしいな、うん、できないなって皆さんおっしゃるんですよ、うん、いや僕だって、うん、別にバングラデシュのこと何も知らないんですよ、はい、バングラデシュって英語じゃなくてベンガル語なんですよ、はい、何も知らないし、うん、その喋れない、うん、だから本当にその恥ずかしい思いばっかりしましたよ、はい、もう自分の気持ちも何にも伝えられないし、うんうんうん、でもだからその頑張ろうって勉強しようっていう気持ちになるんじゃないですか、うん、だからその全然そのバックグラウンドが違う接点のないコミュニティに飛び込んでみると、うん、もう本当にね視界がわっと広がる、うん、でこの体験は、まあ、ブーカの時代にサラリーパーソンも、うん、リーダーも、うん、みんなやった方がいいと思うんですけどね、うん、結構その出雲さん自身も今の状況になっても結構やっぱコンフォートゾーンにいてはいけないっていうのを結構強く意識した行動をしてらっしゃるんですか？ありがとうございます。すっごいしてるんですよ、はい、私もね、はい、まあ、緑虫業界では自分で言うと口はばたいですけどもうそれは第一人者ですよ、はい、もうあの私より緑虫好きな人、緑虫詳しい人、うん、この世にいませんから。すごい。それはもうだから緑虫業界にいる限りでは、うん、まあ、一番偉そうにできるんですね、はいはい、だからこそその自分の全く知らないその分野に第二の自分というか、まあ、幽体離脱しているようなあのイメージで自分を押し出すようにしてます、はいはい、うん、なるほど。だからその知らない業界、うん、全くその新しいそのあのフィールドから緑虫の話してくれってこういろんなインビテーションをいただくんですけれども、はいはい、専門が違うので行きませんっていうのは簡単なんですよ、はいはい、でその方が楽なんですよ、うん、僕は緑虫以外は全部素人ですから、はい、もうどこ行っても、こんなことも知らないんですかってびっくりされて、はい、まあ、恥ずかしい思いしますよ、うんうん、恥ずかしい思いするんですけど、そういうこう全然違うフィールド、うん、その違うところに行くともう恥ずかしさ 99% なんですけれども、はい、やっぱり一つね、ああこれは気づかなかったと、うん、でこれをねその緑虫でやってみたらどんなことが起こるんだろう、ちょっとやってみたいなっていう、うん、その新しいそのヒントとかテーマがその必ずいただけるので、チャンスみたいなのが見えてくるっていう、つまり最大のリスクは、はい、自分が恥ずかしい思いをするっていうのが最大のリスクなんですね、うん、あその新しいところに飛び込んだことによってあるリスクは、はい、でこれをほとんどの人がめちゃくちゃ課題に見積もってるんですね。恥かいたってもう1時間もしたら、うん、周りの人はね、うん、誰も覚えてないですよ、うん、出雲ってのはね、もうこんなことも知らないんだってこう、うんうんうん、もう100人にもうみんなでお笑いされたら、はい、もうその瞬間はねもう、 うわもう恥ずかしいってこうそれはなりますよ、はい、なんでこんなとこ来ちゃったんだろうってまあでも1時間後には皆さん全然別の話してますからね、うん、そっか、だからそれを課題に見積もりすぎて、はい、そのさっき言ったちょっとのチャンスを捨ててるっていうことに皆さんなってるっていうことですよね、うん、だからもう私に言わせると真面目な人、賢い人ほど効率的な選択肢っていうものが課題評価されている、うんうんうん、でもう一つがその自分が恥ずかしい思いをするっていう、はい、まあ、これはリスクファクターですね、はい、でこのリスクもなぜか、うん、なんかやたら課題に、うん、別に恥かいて恥ずかしい思いして死んだなんて人一人もいないんですよ。そうですね、はい、だからそのアンステーブルな、とにかく不安定な、うん、その予測不能な時代にはこういうやり方が合ってるのであって、うん、例えば戦後の高度経済成長期に、うん、私こんな話しませんよ、はい、そうですね、だってそのみんなと同じその平均がかなりそのいい角度で安定的に成長する社会で他の人と違うことするっていうのは、うん、これ大変なリスクなんですね。確かにもうその時こそ効率の時代というか、そうです、はい、そうです、うん、効率的なその選択肢、うん、例えば朝9時にそのメーカーの工場に、はい、そのみんな同じ時間に来て、うん、で工場を動かして、うん、物をその大量生産しなきゃいけないわけじゃないですか、はいはい、そうですね、でその時にいや私はねちょっと自分の個性があるので12時にあの出社します、ね、あの他の人のなんか3倍貢献車作りでしますって言っても、うん、3倍貢献できないんですよ、うん、そのみんな同じ時間にその9時に来ないとダメなんですよ、はい、その工場が動かないから、うんうん、でも今はそのいろんな
アイデア、うん、空飛ぶ車作りましょうとか、うんうん、CO2 が出ないエンジンを作りましょうとか、うん、その今までの延長線上にないものを、うん、社会がその皆さんがその必要としてる、うん、そういう時代には別にその突拍子もないこと、はい、その恥ずかしいこと言っても全然リスクじゃないですよ、うん、おなんか面白いこと言ってるやつがいるなって、うんうん、それでだってあの堀江さんだって今はもう大活躍されてるわけじゃないですか、はい、そうですね、だから何でしょう、その合理的な非合理の選択みたい なんかそんな感覚なんですかね。さすがやっぱり編集長はね、ちょっと賢そうなこと言っちゃいましたけど、ね、いやいや言葉選びが最高ですね。あ、そういう表現すると聞いてくださってる方もいや分かんないやろうってなりますよ、はい、そうだからストラテジックな戦略的なその非合理をその選択しましょう、うん、だ僕が言うと、いやお前なんかミドリムシあんまりちゃんと考えてないだろうっていつもあの怒られちゃうので、あこのやり方でちょっと広めましょうね。なるほど、確かに戦略的非合理、非合理、そう非合理とかっていうとまたちょっと考えすぎちゃう可能性があるんですけど、まあ、コンフォートゾーンを飛び越えろっていう方が、まあ、分かりやすいですよね、子供としては何をすればいいか。ちょっとこれ会社の話で申し訳ないんですけど、はい、真面目でその素直でもうすっごい賢いその偏差値の高い、はい、あのそういう大学からもうみんな今ユーグレーナーに来てくれるんですね、うん、で彼ら彼女らにいきなり私があのこの話すると、はい、ちょっとショックが強すぎるので、確かに、まずじゃあ何からやったらいいですかって話に必ずなるんですよ。だからこれはね、あの初級者にぜひやってほしいのが、はい、それを聞きたいです。通勤の時に、はい、みんなねその同じやり方で通勤してるはずなんですよ、はい、その家からバス乗って駅まで行って、はい、私どもの本社本店の場合には、はい、みんな田町に来て、はい、で田町から歩いてきますよね、まあ、最短ルートをもちろん行きますよね、はい、だからその居心地のいいところをその飛び出すっていうのは難しい話じゃなくて、はい、いきなりバングラデシュ行くっていうわけでもなくて、はい、じゃあ毎日田町使ってるから、はい、今日は浜松町、うん、今日はもう高輪ゲートウェイ、うん、今日は品川、はい、あ今日は五反田、うん、でいつも電車なんだったらあバスを探してみる、うん、自転車でもいいかもしれないし、うん、歩いてみてどれぐらいの時間がかかるか、はい、でこれ一回体験してると、はい、その大震災の時にどういう道で家まで帰れるのかなっていうのも分かるじゃないですか。確かに。だから本当に単純な話なんですけれども、はい、通勤通学してる時の自分のその使ってる駅をその一駅ずらす、うん、でこうやってその居心地の悪いところをその飛び出すトライアル、その練習、うん、もう筋トレと一緒で、これはどんどんやってみる。今まで10年間連絡を取ってなかったその友達と、うん、次の日曜日会ってみる、はいはい、うん、とにかく場所と時間と、うん、付き合う人を変えるっていうところから居心地のいいところをその飛び出すっていうのは、うん、あの何でもなくできるようになります。なるほど。それが飛び出し癖みたいなのがついていく、飛び出し癖というか正確にはあの飛び出すっていうことがその怖くないっていうことと、はいはい、飛び出してその恥ずかしい思いをしても大したことがないっていうその免疫力をあの高めるっていうことですけれども、うん、なるほど、飛び出し癖は、はい、これはちょっとありすぎると危ないんですよ本当に会社帰ってこなくなっちゃいますから。なるほど、確かに。でも飛び出しても大丈夫だということに気づけるっていうことですね。そう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 。でも確かにそのコンフォートゾーンにいるってことは自分の中で何ら新しい情報が増えていかないってことですもんね、はい、結局新しいことに試してみようとか誘われたらやってみようとか、そのノリの良さみたいなものっていうのは結構出雲社長も今もこうやっぱ意識されてることの一つなんですか。そうですね、だからそれはもう自分が本当に苦手なのであ、そうなんですね、新しいところに行くとか、うん、だって全部知らない人なんですよ。いやそうですね。でその会に元からいる常連さんは全員仲がいいわけじゃないですか、はい、そうですね、でそこにその呼ばれていくっていうのが、いやそうですよね、どれだけ大変か、いやそれは僕だって分かってますよ、うん、でもこんなにねその居心地のいいところをその飛び出してっていうのをその自分がもう毎日行っちゃってるわけですから、はい、その自分が実践しないとなんだあいつ言ってることとねやってること違うじゃないかってなっちゃいますから、はい、もう本当は嫌なんですよ、すっごい嫌なんですよ、うん、もう怖いな、一人も友達いないし知ってる人もいないし、それでも一回はどんなことでもチャレンジするようにしてます、うんうん、なるほど。それはもう自分でそっちに行くべきだと思ってこう引っ張ってるところもあるってことなんですね。まあ、大体そのスケジュールするときに断らないとか、はい、ああそのゲッティングアウトやコンフォートゾーンとか、うんうん、目のつくところに貼っておかないとダメですね、自分にもう刷り込むように。そうそうそう、行ったことがない場所に行こうよって言われたら、うん、いやもういろんなもう言い訳がバーッと出てくるんですよ。確かに。もう忙しいとかね、はい、時間がないとかね、うん、だからルール化するみたいなことですよね。そうそう、ルールにしちゃうんですよ。毎回悩んで決めるんじゃなくて、はい、もう週に1回はそれやるんだとか、うん、毎日これやるんだって決めちゃうと、ね、まあ、毎日はねちょっとハードルがさすがに高いので週に1回は人かその場所か、はい、
その時間というものを変えるっていうことをやるっていうのがいいんじゃないですかね、うんうん、なるほど。ちょうど今のビジネスパーソンに何をこう一番伝えたいメッセージですかってこうバンって聞こうと思ってたんですけど、話の中でやっぱ出てきたこれが一番のメッセージという、はい、もう居心地のいいところを飛び出す、はい、これがブーカの不確実な時代に、はい、真面目な人ほど効果てきめんですから。わかりました、はい、今日あの動画を見てくださってる方も普段コメントしてないかもしれませんけど、コンフォートゾーンを飛び出してコメントしていただきたいなと思いました。はい、はい、ああ、そうそう、だから今までやったことがない、あ、ですよね、これコメントがあるんですか。あの YouTube なんでコメント欄があったりとか、 あまりこの深夜の25の動画とかシェアとかしたことない人にはね、ぜひ、あ、それいいですね。だから今まで一回もそのシェアしたことがない人は、そうなんです、そうですよ、これシェアすべきですし、絶対すべきだと思います。その今まで多分コメントをね一回も書いたことがない、あ、そう、よくないですね。 でこんなコメント書いたらね、なんか恥ずかしいとか、はい、他の人にこう言われるんじゃないかと思って、絶対ダメです、ね、コメント書いたことがない人に初めてこれ見て書いてみたと、はいはい、で書いてみたら意外と別に大したことないし、はい、誰もね、あの自分のコメントなんかそんなにあの気にしてないやと、じゃあもう次からどんどん自分の意見その発信してみよう、うん、発表しようって、はい、もしね、はい、その真面目でその賢い人が一人でも変わったとしたら、はい、こんなに最高のことないですけどね。ですね、我々の追い風にもなるような素晴らしい金言をいただきました、はい、じゃあシェアとコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。あ、そうだ、したことない人はね、チャンネル登録してない人しないとコンフォートゾーン入っていいのかって言いたいですね、僕はね。そう、したことない人はつべこべ言わずに、はい、今までと違うことやってみる、ですよね。チャンネル登録もぜひやってみてください、はい、よろしくお願いします。どうしよう、あのチャンネル解除したことないっていう人がいて初めてチャンネル解除するみたいなそれはやめてくださいね皆さん。本当に、ね、頭がいい人って何でも思いつくんですよね。あ、なるほど。僕はね、性善説なんですよ。急に聞こえるかもしれませんけども、はいはいはい、これからの時代は性善説の方がいいんですよ。はいはい、そっか、性善説に立てないとやっぱり動き止まっちゃうってことなんですよね。そう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 、だから社会がその怖いとか社会が悪、うん、性悪説に立つと何もしないっていうのが正しくなります、うん、はい、それが正解ですね。なるほどなるほど。でも性善説だからチャンネルね解除したことないから、じゃあ今日初めて解除しますとかね、そういう受け止め方する人はいないんですよそうですね、確かに。もしいたとしてもそんな多くないですから。確かに、その性善説に立ってない人は無駄なリスクを見積もりますよね、うん、あ、これやったらこれ危ないんじゃないかとかって確かに言いがちだから、うん、それは確かにちょっと今の時代にはこうあまり適さない考え方ですよね。そうそう、だからこれからの時代はオープンイノベーション、オープンネスっていうものと、この新しいことにそのチャレンジするそのイノベーションというのがすごく親和性が高いじゃないですか、はい、で今まで そのステーブルな安定している社会っていうのは、うん、そのクローズドで自分がその秘密を独占して、うんうん、性悪説で仲間も増やさずに、うん、もう内々で全部いいものをこう取り込んで、はい、ちょっとずつ良くなっていくっていうのが、うん、まあ、正しいやり方だったんです、はいはい、でも今の時代はもうそのクローズドからオープン、その制約からその性善、うん、インクリメンタルなインプルーブメント、うん、そのちょっとずつその良くしていきましょうっていうものから、もう今までの延長線上にないその全く新しいそのチャレンジ、うん、そのイノベーションの方が価値がある社会に今急激なまあ転換があるわけですから、うん、大丈夫です、あの、はい、チャンネルね解除したことないから解除するって今やっぱ頭がいいコメントしたのでいや、そんなことないです。もうそういう人はねいないんですよ。それ妄想なんですよ。確かにいないと思います。頭がいい人 いないその妄想なんです。そんな嫌な人ね、はい、いないんですよ。もうみんな、じゃあ登録して、はい、コメントして、そのコメントしてシェア絶対してくれますから。ありがとうございます、はい、ちょっと僕も意識してみたいと思いましたし、多分視聴者の方も心に刻まれたんじゃないかなというふうに思っております。本当に素晴らしいお話をありがとうございました。ありがとうございました。一緒に頑張りましょう。まずやってみることから。